今回のトレモロ AJ も、そのノレソレとかアーミシャッドっていう、ワンも、今この宵姫のシリーズは QSS という、ワームの下側にスリットが、設けられていまして、でこれは何のためかというと、ワームをセットする、フックに刺すっていうのが結構初心者の方も、慣れてない方とか、すごく、難しいちょっとした敷居になっているので、それを、本当に簡単に、セットできるようにしたいということで、ちょっとこの、慣れていただく必要は多少あるんですけども、それさえ分かれば本当に簡単に、セットできます、というのもこの、下側スリットがあって、でバームの頭の部分ですね、ここには普通に肉があるので、でこの針先、この針先のこの短いところだけをこのヘッドの部分に、この部分だけまっすぐ刺せば、あとは一番奥まで押し込んで、でそのスリットの方ですね、スリットの方からこう針をプッて抜くだけと、これで本当にまっすぐ綺麗にセットできる。もう一つ、こうメリットがありまして、アジが吸い込んだ時とかにこれがこうスリットがあるおかげでキュッてこう曲がるようになってるんですね、前に スライドして折りたたまれやすいようになってるんで、口の中に折りたたまれて入って、フックもむき出しになるのでしっかりかかるっていう、ワームが邪魔をしないっていう風な、そういう、仕掛けが、これには、あります、はい。